よー、お前たち。俺がサイヤ人の王子、ベジータだ。久しぶりだな。元気にしていたか。ちょっと動画投稿が空いてしまって、まあ実はもうちょっとお休みをいただこうと思っていたんだが、なんとこんなとんでもないキャラをドッカンバトルが用意してきたからな。今日はその演出やらを見てやろうじゃないかと。まさかの三大スーパーサイヤ人をセレクションするとは。まあ、お目が高いと。まあ、なんとこの映画では、まあ、カカロット、まあ、あとはトランクスもちろんそうなんだが、まあ、何より俺様が一番輝いてんだよ。この映画は本当に。もうまず登場シーン、あ、まあ、それも演出な。見てから。さあ、ということで早速、見ていくぞ。さあ、来ました。来た。俺ですよ。この俺様の登場の仕方。俺はずっとこれを待ち望んでたからな。赤のトランクと、二人目。カカロットかっこいいな、おい。ちょっとスーパーサイジン2っぽくなった一瞬な。ちょっとそれはだいぶインフレが、これをこの、ピュッピュッ縦に、なあ、スーパーサイジン1が伸びちゃってるんで。で、カカロットだけちょっと、お、親子どこどこかよ、おい。親子どこどこかよ。からの軍の内な。やっぱ俺のことリスペクトしてるな、立ち位置が。からの、ここちょっといいよな。なあ、ちょっと、滑らかにな。今一瞬なんか俺とトランクスが捕まったかと思っていたんだ。なんで俺はドガガガだけなんだよ。ドガガガ、おーかっこいいかっこいいな、例えば俺の息子だろ。絶対俺その遺伝子濃く。からの俺ですよ、とどめは俺と。分かってるな。もう、稲妻すごかったろ。あれ俺のビッグバタクだ。おー、いいね。まさかの告白。まあ、思っても出ちゃうよな、必死の時。カカロットはボロボロなのになんでお前ら二人は、俺とトランクスは服が綺麗なんだよ。全部、俺らもちゃんと仕事してたろ、戦ってたよ。なんでカカロットだけボロボロなんだよ。ちょっと、誤解を招くな。全力パンチ。おー。素晴らしいな。もう途中演出が早すぎて俺の合いの手の言葉がまるで乗っかってなかったな。さあ次は違うとこ言いたい。これですよ。この時の俺がほんとかっこいいんだよ。このスーパーサイジになる時もな、ちょっとなんかの映画だよな。ギロリーかな。このからちょっとスパーサツ入ってんじゃないか、おい。やっぱスーパーサイヤ人なんだよ、おい。ああ、もうかっこいい。最高だな、おい。からの、俺が一番やっぱりいいんだよ。この並び好きだな、おい。演出が多いよな。来たと、ダブルドカとか来たな、おい。息ぴったりだな、おい。トランクス最初見たとき、俺結構な、あんだけ嫌味言ってたんだな。持ち替えたな、おい。酒場党かと思った。やっぱり、俺とトランクスが捕まってるみたいな。いや、いい、連打だわ。さすが俺だわ。やっぱ戦闘のエリートがな、出ちゃってるもんね。もうこれ、単体で出してくれよ、これを。この威力で、確定会心で、50% 軽減で。カカロットはボロボロで、まずは告白してきたやつは無傷。息子も無傷と。お前ら何やったんだ、今まで。カカロットばっかと戦ってやがってと。いや、でもこの演出いいわ。曲もいいよね。なんて言って。あ、この、なんかこう、リアルな感じがいいよね。ぬるぬる感が。もうちょっと、やれる方の、人造人間、もうちょっと良くしてやってくれよ。こいつはあれみたいで好きなんだよ。合体する前、なんかテリー・ボガードみたいにな。まあ、ここだよな。ここは譲れんのよ。この映画において。まあ、一番最後に来たくせに、氷の割れ目から出てくると。音楽と一緒にな。てれれてれれてーてーてー。この俺様の登場シーンの BGM で一番かっこいい BGM になってんだよ。まあ、ヒルデガーンの時といい、ボージャックの時といい、まあ、ちょっと触りぐらいしか登場した時あれなんだろうな。登場時演出が、登場時演出扱いしてしまったんだから、ちょっと短いんだが、この映画の時も完璧よ。出方といい、この後スーパーサイになるところとかね。からのこのトランクスのちょっとこう、父さんみたいな。父さんもスーパーサイヤ人みたいな。この感じがちょっと親子の絆感があっていいよな。まあ、この時はそんなベタベタした仲じゃなかったんだろうな。このカカロットだよ。このカカロット、ちょっとスパサ2来てるよな。全開で行かせてもらうという。魔人の俺様戦った時みたいな感じだよな。いやー、ここ。いやー、これですよ。この映画にとって、一番な、名シーンというか、印象深いシーンといえばもうこれだよな。このスーパーサイヤ人だったら、三大スーパーサイヤ人の木が、ポーポーポーン来てるだろうな。汚ねえ花火だよ。あとは、この親子どこどこもいいよな。ただの宝とか飛んで、ここも、この俺様の、群雄地をリスペクトした動きが、これはとっても素晴らしいことだ。からの、こいつは俺がします。俺ですよ。何でも俺だというところを忘れちゃうな。で、この必殺演出に関しては、宝ともトランクスもかませ犬だ。メインは、フィニッシュは俺が決めると、決め台詞。ちょっと稲妻多めで好きだな。ちょっと待ってくれ、これやばいだろ、おい。もうこれだけで単体出してる。見てくれ、これ、稲妻といい。フィニッシュは俺が決めるだ。やばすぎるだろ、俺様がアクティブみたいな感じだ。いや、いい。忘れちゃいけないな。この映画において一番大切なのは、この俺様のカカロトは、俺のものだという。このセリフを、当時、リアルタイムで見てた奴らは、本当に告白みたいなしちゃったなって、ちょっとドキッとしてるな。ちょっとこう映画からこう、リアルな感じで、マジみたいになった、印象深いシーンだよな。これをこのタイミングで入れてくるというな。本当はもっとボロボロの時に言うんだろうな。悟空さんに元気玉はちょっと、元気よとはわかるな。で、このタカロットの、ぬるぬるがいいよな。ちょっと、来ましたと。おー、今よ。ここのぬるぬるよ。からの、来ましたーっていう、この感じ。だしなぁ。この時のこのカカロットのスーパーサイジンがすごいいいんだよ。待ってくれ、この顔。おい。待ってくれよ、このパンチ。もう思いっきりぶち抜いてるじゃねえか、カカロットよ。いやー、この全力感がいいんだよな。男がこう、上半身裸から思いっきりパンチしてるのに、なんでこんなかっこいいんだろうな。この映画のカカロットはいいよな。そんな感じで演出を堪能できて俺は良かったよ。久しぶりだな、っていうかな、演出のこのリアクション上げるんだ。こんぐらいやばいのが来ちゃうと上げざるを得ないよな。テンションがぶち上がるからな。といったところで、いやー、当てたいな。年末のドッカンフェスも控えてはいるんだわ。こんな素晴らしい演出で来られたもんじゃもうたまらんな。さあ、といったところで、俺様の今日の動画はおしまいだ。お前たち、頑張って当てるんだぞ。それじゃあ、またな。お前たち、すまん。俺様のために、クソ誰が。俺